今日カープの先発は玉村でした。その立ち上がり、ランナーを2人置いてタイガースバッター高浜、詰まりながらも外野の前に落としました。これがタイムリーヒットとなりまして、タイガースが1点を先制。ただその後はしっかりを抑えた玉村。一方タイガースの先発は森木です。1番の大森、捉えた当たりは左中間を破っていきます。快速飛ばして大森は三塁へ。まあ、1点を取られた直後の1番バッターがいきなりチャンスメイク。そして3番小園のこの当たり、ピッチャーの森木がこの悪送球。これで1対1同点となります。さらには4番の田村、このレフトへのファールフライで三塁ランナー小園がスタート、ホームに生還して、これで2対1、初回に2点を取ったカープが逆転に成功します。2回の表です。タイガースはランナーを三塁に置いて高寺の犠牲フライ。これで2対2同点に追いつきます。そして2回の裏、カープは内田へのライトへのタイムリーヒット、これで1点を勝ち越し3対2とします。さらには大森のタイムリーヒット、この当たりで二塁ランナー一気にホームまで帰ってきました。これで4対2となります。大森も今日は3安打1打点。さあ、そして木下が3回の裏にライトへのタイムリーヒット、これで5点目、5対2。さらにワンアウトランナー二塁、ワンアウト満塁としてセカンド熊谷のこのエラー、これで2人が生還します。さらに2点を追加で7対2、序盤カープがリードを広げます。5回です。カープはランナー二塁でまたも木下、今度は一、二塁間を破るライトへのタイムリー。5回に中押しの1点を追加します。8対2。結局木下は3安打2打点。6回アウトを取ってカープの先発の玉村は6回を投げて2失点という内容でした。8回カープは2番手の高橋光也、最後しっかりとアウトに取りまして、高橋光也が7回8回2イニングスをゼロ、そして9回は堀江がマウンドへ。ワンアウトからランナー出していますが、最後のバッターをダブルプレーに切って取ってゼロで切り抜け試合終了。カープファン限定空間カープ券誕生、豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら1軍2軍のカープ主催試合をライブで視聴。詳しくはスカパーカープ券で検索。